というわけで、都市のみやです。よろしくお願いします。今日はですね、ブラックサバイバルというゲームをやっていきたいと思います。割と普段から、僕とね、Twitter とかで絡みある人は、なんか僕が見てる他の VTuber さんとかも知ってるかもしれないですけど、僕のよく見させていただいてる VTuber さんが最近やってるゲームですね。配信見てたらね、楽しそうだったんで、僕もやってみようかなって思ったんで、やってみました。というわけで、今、ゲームを起動して、初めてのプレイですね。これが、多分、チュートリアルが始まるのかなっていうところです。脈、呼吸、異常なし。早速、回復室へ移動してください。なんだ？あら、もう目が覚めたのかな？思ったより早かったね。めっちゃ拘束されてますね。なんか、鎖の音がすごいな。そう、混乱するだろうね。あまり暴れないって約束したら、この状況を説明してあげる。はい。ここは、ルミア島。しばらくここにいるだろうから、名前でも覚えていてね。あ、名前っていうのはこの、マップの名前かな。港とか工場とかいろいろありますね。この島で君のやることはたった一つ。制限時間内に他の9人と競争して、最後まで生き残ること。まだ状況が把握できてないみたいね。でも、君を納得させるために説明する時間が足りなくてね。まずは直接経験してみなさい。じゃあ、幸運を祈ってあげる。なんや。うるさ。待って、うるさい、これ。何？オッケー。え、めっちゃうるさい。ちょっと待って。音量いじるわ。あ、パッと飛ばしちゃった。昔の記録映像を見てたんだ。私はナジャ。しばらくは私が君の面倒を見てあげる。僕が拘束されてた人ではないんだね。これは研究の誓約書。まだサインしてないでしょ？え、どんな事故にあってもって。怖いやつじゃん、これ。実験の過程において、どんな事故にあっても文句を言わないという内容なんだけど。まあ、全部読む必要はないわ。その下に君の名前を書けばいいの。あ、ユーザー名ですね。よし。ミア。あ、食べちゃいけないやつね。じゃあ、いつものだね。ミア、よし。はい。じゃあ、これから本格的に実験方法を教えてあげるね。モニタリングルームはこっちよ。あ、自分自身は、なんか、実験を見てる人っていう、設定だったんだ、これ。実験が始まったら、制限時間内にここから脱出しなきゃいけないの。右下にある地図のアイコンをタッチしてみて。ミニマップで移動したい地域をタッチすると、他の地域に移動できるの。まずは、東大へ移動してみようか。ここね。東大に着いたわ。ここで問題です。実験で生き残るにはどうすればいいのでしょうか。他の実験体を探して攻撃する。日光を探して隠れる。まあ、攻撃するよね。そうよ。禁止区域が次々と増えていくから、島全体が禁止区域になるとみんな死ぬの。生きてここから出る唯一の方法は、その前の最後の一人になることね。悲鳴が聞こえた。え、悲鳴が聞こえた。待って、今何か聞こえなかった？はてなの死亡。近くで誰か死んだみたい。急いで。ぐずぐずしてると、君もあの人みたいになる。なりたくないね。死にたくはないよ。
身を守るには、まず武器からそれないとね。周りを探してみよう。画面をタップすると、この辺りを探索できるの。石鉱石は武器じゃないけど、結構有用なアイテムよ。一応取っておきましょう。獲得、制作、する。はい。アイテムを保管できるカバンです。地域探索。ナックルは基礎的な拳法武器だね。そんなに威力的じゃないけど、しばらくは使えると思う。威力的っていうの？なんか、ガバ翻訳ってやつ？はい。アイテムを組み合わせると、もっと強力なアイテムが作れるの。ナックルで制作できるアイテムは何があるのかな？ナックルを見て。制作。あーね。さっき見つけた石鉱石と調合しては、アイアンナックルを作れるの。はい。作ったアイテムはカバンにあるから、早く装備してみよう。あ、これだとまだ装備できてないんだ。カバンをクリックして、装着。はい。武器も揃えたし、食べ物を探してみようか。一番手軽に用意できる材料はお湯。どんな材料でも煮込んでしまえば、そこそこ食べれるものになるからね。お湯は製作でしか作れないの。ところで、材料はどこで探せばいいと思う？画面の左上の赤い目標設定ボタンを押してみて。お湯を選択。必要なアイテムを確認できるナビゲーションです。ナビゲーションは目標アイテムを選択すると、制作にいる材料と、その材料が出てくる地域を教えてくれる。あ、こういうのもあるのね。めっちゃ便利じゃん。ちょうどここにライターがあるらしいから探してみよう。すぐ見つかるんでしょ、どうせ。はい、獲得。よくできました。次は水だね。水はどこを探せばいいと思う？左上にあるナビゲーションを見て、水がある地域へ移動しよう。港、消防署、池、森、井戸、浜辺。はい。移動。港かね。港行きます。あ、すぐ見つけた。そうね。じゃあ、これでお湯を作ってみよう。作り方覚えてるよね。はい。間違って使うとか押したら怒られるのかな。制作。この辺りをまだ探索してみようか。画面をタップして食材を探そう。先手必勝！先手必勝！ミサゴが出た。アイアンナックルでなんとかできる相手なの。攻撃しよう。これ？あ、これか。剣法。もう一度ミサゴを探し出して蹴りをつけましょう。剣法。はい。動画戦、初戦闘の感想は、戦闘で勝ったら、戦利品をもらえるの。ちょうど使えそうな食材があるわね。鳥の高菜棒もいいけど、今は薬草の方がいいね。薬草を持っていこう。これ全部はもらえないの？あ、もらえない、みたいだね。お湯と薬草で漢方茶を作ろう。はい。漢方茶。制作。漢方茶を飲んだ、回復するから飲んでおいて。はい。よし。現在の位置と禁止区域のタイマーを表示します。やば、もうこんな時間。ここは次の禁止区域に指定されたわ。ね、ここから脱出。脱出ナイト右下の移動ボタンで、ここから出れる。タイマーが終わる前に移動してください。右下の移動ボタンで、ここから出られるからね。はい。どこでもいいのかな、これは。
禁止区域にずっといたら死んでしまうの。時短になる前に逃げた方がいいわ。禁止区域になる前に、あらかじめ警報が鳴るから常に気をつけてね。いいわ、これくらいなら地震に挑んでもいいだろう。いいだろう。唐突に口を変わったね、ラジャちゃん。これなら絶対に挑んでもいいだろう。ナビをクリア。あ、これで、チュートリアルは完了ですかね。はい、確認。誰も答えてくれないじゃん、この、かわいそうに。どっちの子だ。うん、これはもう、本当に、チュートリアルはこれで終わりかな。え、どれくらいロックしたっけ、今。本当に、ここで説明終わり？あ、でも、ここから普通にやれば、いい感じだ。どうしよう。この動画どれくらい撮ったか覚えてない。チュートリアル終わったら終わりにしようかなって思ってたら、思ったよりチュートリアルがサクッと終わって、もしかしたら尺短いかもしんないけど、あ、どうしよう。なんか、キャラクターがいろいろいるみたいだから、そのキャラクター見て、この子欲しいな、みたいなのだけ、見てからやめましょうか。これですね、実験体。割とかっこいい。あ、スキンもあるのだね。え、めっちゃかっこいい。中二感半端ない。あ、スキンかわいいね。なんか、かわいい。あー、いいなぁ。これいいなぁ。あー、なんか、この感じきついっすわ。あー、かわいい。めっちゃかわいい。スターちゃん。スターちゃん欲しいなぁ。かわいいなぁ。殺し合いとか全然なさそうな人いるじゃん。なんか、大事だ。かっこいいけどね。かっこいいけど。いいなぁ。あ、強そう。で、あやちゃんかわいい。あやちゃんめっちゃかわいいね、これ。あやちゃんいいなぁ。もう、血筋かっこいいなぁ。なにこれ、何持ってんの？メカニック的な感じだ。錬金術とかしそう。あ、かわいい。アイソルくんかな？かわいい。アイソルくん欲しいなぁ。すごいかわいい、この子。あー、やばそうな人だ。一個一個反応するの疲れてきちゃった。あ、でもかわいいね、普通に。あ、すごい日本人だ。なんか、BL っぽい。ニアオートマタに出てきそう。ニアオートマタやったことないからイメージだけど。全然戦えなそう。あ、まいちゃんかわいい。あー、バレンタインかわいいね、これ。筋肉やば。手積みもやばいけど。あー、ルクかわいい。あ、この子も欲しいなぁ。あ、これは強そう。なんか、普通に強そうな人来た。ルクくんが欲しいなぁ。ルクとアイソル。かっこいいわ。かわいかったし。あやちゃんも欲しいなぁ。あ、99,000。高っ。じゃあ次回の動画から、この辺を変えるように、していきたいと思います。では、次回の動画で、実践していくので、よろしくお願いします。あ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。お疲れ様でした。